ました岐阜市情報定期便ナビゲーターの西村千穂です。今回はいよいよプレ期間がスタートした信長港450プロジェクトの話題と岐阜市消防本部管内で活躍する若き女性消防士の一日をご紹介します。ここは岐阜市消防本部瑞穂消防署です。こちらの女性は入庁3年目の消防士、鳴尾かすみさん。鳴尾消防士の一日が始まります。おはようございます。おはようございます。消防士の業務は24時間勤務。鳴尾消防士の一日は前日に勤務した職員から業務の引き継ぎを行うところからスタートします。一般でいうところの申し送りに相当します。引き継ぎ後の無線の機能点検、朝礼と体操が終わると朝のミーティングを行います。ミーティングで前日の業務の引き継ぎ内容とその日の一日の業務の確認を行った後、車両や装備品を細部まで点検したり、災害に備え火災予防などの広報活動、管轄内の消火栓や該当消火器の点検を行ったりします。災害活動に従事する消防士に日頃の訓練は欠かせません。いつ発生するかわからない火災などの災害から市民の安全安心を守るため、さまざまな災害を想定した訓練を行い、隊員間の連携を高めるとともに個人の知識技術の向上を図ります。鳴尾さんはどうして消防士になろうって思ったんですか？私が小学生の頃に実家のマンションが火事になってしまって、でそこで、消防車や消防士の方の姿を見て消火活動かっこいいなと思いました。で私が高校に入学した時に部活で憧れていた先輩がいたんですけど、その先輩が救命士の資格を取得してから消防士に、女性の消防士になるということを聞いて、私も人を助ける仕事に就きたいなと思ったのがきっかけです。現在岐阜市消防本部管内の消防職員は519名、そのうち女性消防職員は9名です。女性とはいえ消防士としての業務は重量物や危険物などの特殊作業以外、男性消防士と変わりません。真剣な眼差しです。訓練の最中、災害発生を知らせる指令が入りました。鳴尾さんはすぐさま出場体制を整え、消防車で災害現場に向かいます。日中の業務を終えると夕食です。消防士は緊急時に備えるため外食をしません。消防士の皆さんは自宅から持参したお弁当や宅配のお弁当を食べます。夕食が終わったら夕方のミーティングを行い、一日の業務の報告をします。ミーティング後はそれぞれが担当する係に分かれ事務仕事を行います。消防士は災害現場で活躍するイメージが強いですが、日中の明るい時間は訓練、
夕方からは事務仕事と休みなく働いているんですね。それから一日中消防署から出ることのない消防士さんはお風呂や仮眠も消防署で行います。そして午後11時10分災害出場に備え活動服のまま仮眠に入ります。午前6時起床、庁舎や消防車両の清掃点検を行った後、この日勤務する消防士に業務の引き継ぎを行うと1日の勤務が終了します。今後どんな消防士になりたいと思ってますか？はい、私は救急救命士の資格を持っているので、もっと救急の知識や技術を高めていきたいです。でも救急ばかりではなくて、救助や予防や警防など他にもいろいろな業務があるので、そっちにも対応できるような消防士になりたいです。成尾さんのように正義感と使命感を持った女性消防士が今後増えていくことを期待します。しかし少子化の影響もあり、消防士を目指す若者が減少傾向にあるのも現実です。最後に岐阜市消防リーン募集について、消防総務課の河合さんにお話を伺います。近年自然災害が多発しており、救急件数も増加する中で、消防士に対する期待が高まってきております。また災害が起こった際に被害を最小に防ぐために、防災訓練や火災予防が重要であるという認識も高まっており、消防士が果たす役割も一層重要となってきております。消防士の仕事はハードであり、危険と隣り合わせですが、消防活動は安全、確実、迅速に行うことが原則です。そのために日々の訓練を欠かさず、その訓練の結果が地震へとつながり、災害現場でも生かされております。職務を全うするために、何よりも人の命を助けるという正義感や使命感が最も大切です。熱い思いを持つ皆さん、市民の生命と財産を守る消防士になってみませんか？岐阜市消防本部では8月1日から8月15日まで平成29年度岐阜市消防リーンの募集を行います。今年度は息づく歴史と文化、君と守りたい岐阜市と題して積極的な PR 活動を行っています。受験申し込み書等については8月1日以降に岐阜市のホームページからのダウンロード、または各消防署で配布しております。なお第一次試験については9月18日日曜日の実施予定となっております。熱意あるあなたからの応募をお待ちしています。織田信長公が岐阜城を攻略して城主となり、井の口と呼ばれていたこの地を岐阜と改めたのは1567年。およそ半年後の来年2017年は信長公が岐阜に入城し岐阜と命名してから450年目になります。岐阜市では信長公450プロジェクトを立ち上げ、1年間を通した周年事業を開催し、岐阜を盛り上げ、織田信長公ゆかりの町岐阜市を全国に発信します。いよいよブレーキ感がスタートした信長公450プロジェクト。プロジェクトの一環として岐阜市が開発や改良を支援した信長公にちなんだ土産品が誕生しました。藤吉さん、信長公に関連した土産品がたくさんありますね。はい、だいたい25品目取り揃えております。25品目もあるんですか？はい、すごい。今日はその中の何点かを試食をしていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。試食ができるんですか？はい、やったー、すごい楽しみ。まずはこちらを食べてみてください。こちら
これはウイローですか？はい。あ、分かりました。いただきます。柿の味がします。そうです。これは、信長公も450年前に食べたであろう、岐阜の富有柿を使ったウイローなんです。これ富有柿使ってるんですか？はい。あ、美味しいですね。あとパッケージもこれ柿になってるんですね。そうです。こちらに信長公の絵もちゃんと描いてございますんで、あ、西村さん、はい、今度はうちの会社で開発しました、天下富舞信長うつけ力持ちです。どうぞご賞味してください。藤吉さんの会社で作られたものなんですね、はい、美味しそう。ではいただきます。うん、おいしい。これは羽二重餅の中に小豆を入れて一緒に炊き込みました、うん、そこへ、まあ、きな粉をかけてですね、さらにおいしく仕上げたというお餅です。上品な甘さですよね、はい、ありがとうございます。しかももうきな粉もたっぷりで、はい、ね、中の小豆がね、はい、アクセントになってると思います。うん、次の土産品は場所を変えてご紹介いたします、はい、何でしょう。ワクワクしますね。わ、ラーメンですね、はい、私もう大好物なんですよ、はい、食べてみてください。こちらはどういうラーメンなんですか？さっぱりとした塩ラーメンに鮎の一夜干しをのせたラーメンになります。わ、もういい香りしますね、はい。いかがですか？おいしい、ね、すっきりしたスープなんですね。コシのある麺と、はい、さらにスープを飲むことによって鮎の香りもずっと上がってくると思います。そうですね。今回のお土産をですね、はい、岐阜に来ていただいたお客様に買っていただく、また岐阜の皆さんもふるさとへ帰るときに、そちらを持ってですね、岐阜のおもてなしをですね、はい、全国に広げていきたいと思っております。ぜひね、たくさんの方に食べていただいた岐阜の魅力を知っていただきたいですよね。藤尾さん、どうも今日はありがとうございました。本当に美味しかったです。よろしくお願いします。はい、それでは信長港450プロジェクト推進課の細尾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。信長港450プロジェクトでは、お土産品の開発にも取り組むなどしておりますので、ぜひ皆さんにご利用いただくなどして、一緒に盛り上がっていただきたいですね。そうですね、はい、いよいよですよね。そうですね、2017年の本番まで残り半年余りとなりました。現在は、12月までに行うプレイベントの実施のほか、周年事業の、準備を進めております。このプロジェクトでは信長公ゆかりの町岐阜市を全国に発信したいと思っておりますので、皆さんにも情報発信をするなどして応援していただきたいと思いますし、ぜひこの機会に岐阜市にお越しいただければなというふうに思っております。ぜひ皆さんで一緒に盛り上げていきたいですね。そうですね。いかがでしたか？岐阜市情報定期便、次回も岐阜市の面白情報をいっぱいお届けしますよ。お楽しみに。